猫の恨み何年も前家から近い私立の女子校に進学して中学1年生だった時小学校が一緒だった子がいなかったのに加えて入学してすぐに変な噂を流されてしまってクラスで孤立していました噂の内容は詳しくは教えてもらえなかったんですが 猫を生きたまま食べてるのを見ただとかひどいうそっぱちでした中学に入ったばかりの女の子といえどこれを本気で信じていたとは思えないのでやっぱりちょうどいい憂さ晴らしの対象にされていたのかなとも思います噂が流行りだしたのが4月の終わりでそれまで少し仲良くしてくれていたことも話してもらえなくなり 寂しい思いをすることを一月弱。6月に入ってから、二つ隣のクラスの子から呼び出されて、空き教室で話したんですが、彼女が、本当に猫を殺したのかなどと聞いてきました。私が違うと言うと、妙な頼み事をしてきます。何でも、その彼女、香川さんの飼い猫が、 この辺りで行方不明になっていたそうですが、つい最近死体になって見つかったのを私が殺したことにしてほしいと言うんです。なんでそんなことを言われるのかわからないし、断ったんですが、香川さんは必要にそれを頼んできて、土下座までした上、なおも私が拒否すると顔をぶってきました。理由を聞いても答えてくれません。私はその頃、 しかとされるストレスなどから体調不良でガリガリの上に背も低かったんで全く抵抗もできませんでした。香川さんはなんだか危機迫っていて私は怖くて彼女の言う通りにすると言ってしまいました。これから無実の罪を着せられてもっといじめられるんだろうかと思って私は泣き出したんですが 香川さんはとても嬉しそうにして私の手を握って。じゃあ、私がみーを殺しました。香川さんでなく、みーを殺したのは私ですって言って、と要求してきました。変だなとは思ったんですが、言うまで返してくれなそうだったんで、その通りに言いました。私の手を離して、 香川さんは何度もありがとう、ありがとうと言って、私を玄関まで送ってくれました。次の日から私はそれでもまた学校に来ていたんですが、新しく噂が流れるようなことはなく、私はただ鹿とされていました。そのまま一週間くらい経ちました。ある日の休み時間、誰かが呼んでると、 クラスの子に話しかけられて、親と思いました。わざわざ私にそんなことを教えてくれるなんて、この子は私の味方なのかなと嬉しく思ったんですが、ふと見回してみると、いつの間にかクラス中のほとんど全員が静かになって、私と戸口の方を見ていました。戸口に目を向けると、そこには香川さんがいて、ちょっと来て、と言うんですが、 その姿が異常だったんです香川さんは両腕を包帯でぐるぐる巻きにして両頬に大きな湿布を貼っていましたそして学校の中だというのに帽子をかぶっていたんです先生に何か言われないのか不思議なくらいの格好でした香川さんは泣きそうな顔で放課後に 学校の近くのある場所に来てほしいと言って帰っていきました。私は彼女がいなくなってから、その日塾だったことに気づいたんで、彼女のクラスを訪ねました。先生に、香川さんはここ三3日ほど登校していないと言われてゾッとしました。私に会うために学校まで来たのかと思うと、彼女に呼び出されたのが急に怖くなって、 塾もあるから仕方ない。仕方ないと自分に言い聞かせて約束をすっぽかしました。なんとなく不安なまま過ごした私は塾からの帰り道、へとへとで家まで帰る途中、誰かが道にうずくまっているのに気づきました。夜10時近くだったと思うんですが、それは香川さんでした。私がびっくりして声をかけると、 よかった、来てくれて。よかったと、泣いて喜びました。私はそこで気づいたんですが、そこはちょうど香川さんに指定されていた場所で、もしかしなくともずっと待っていたのかと思って、かわいそうになってしまいました。香川さんは、まだ包帯や湿布、それに帽子を身につけていて、とりあえず公園まで二人で歩いて座ると、 泣きながら喋り出しました。彼女はまず飼い猫に小さなことでついむしゃくしゃして2週間ほど前に殺してしまったんだと告白しました。私が殺したことにしてほしいと頼んできた例の猫は彼女自身が締め殺していたんです。彼女が言うにはそれから立て続けに怖い体験をするようになったんで それを猫の霊の仕業だと考えて、それらしいような噂が立っていた私に霊を押し付けようとしたんだそうです。ひどいことをしたのは謝るから一緒にお祓いに来てほしいと言われました。自分だけが受けるべき呪いが私にも降りかかっていたら申し訳ないからと。私は気になって、怖い体験ってと聞いてしまいました。 香川さんは怯えたように私にくっついてきましたミーの首が足にぶつかるの歩いてて何か蹴ったなと思って下を見るとそれがミーの頭なの見ないようにしてどんどん歩いても何度も何度も蹴る踏んだりしてだんだんその形が変わっていくのがわかる 寝てる時、暖かいものが布団に入ってくるの。あ、はあ、みーだなと思って抱きしめるんだけど、あれみーって私が殺したのにって気づくでしょそうするといきなりそれが冷たくなって、べちょべちょした感触になるの。驚いて飛び起きたら、もういないの。彼女の話は大体こんな感じでした。 聞いているだけで寒気がしたのを覚えています。それで、私はそんなこと一切なかったよ。香川さんはまだそんな風なのとまた聞くと彼女は、筆にも毛が生えてきたと言います。猫の毛なの。だんだん増えてくる。それで、ヒゲも生えてきた。 昨日からは耳も生えてきたの。見てよ、この耳見てよ香川さんが興奮して帽子を外したので、私は半信半疑で立ち上がって彼女の頭を見てみました。が、猫の耳なんてもちろんどこにもありません。ないよ、と告げると、彼女は怒ったように、あるはずだ、あるはずだ、と怒鳴るんで、私は気味悪くなりました。 それじゃあひげも見せてみてよと尻尾を剥がそうとすると香川さんは打って変わって弱気になってお願いそれはやめてとメソメソしながら拒みました私はそこですっかり香川さんはおかしくなってしまったんだという結論に至って夜も遅いからもう帰ろうと言いました香川さんがお払いの件は約束してほしいというのでいいよ 一緒に行こうねと慰めてあげました。すると突然香川さんが頬に唇をつけてきて目元をなめられました。正直気持ち悪かったんですがもう私も疲れきっていたんで軽く振り払って二人で歩き出しました。香川さんはまた帽子をぶかにかぶっていました。しばらく歩いていると香川さんがいきなり立ち止まりました。 数メートル先に行って、ついてこないので振り向いて、名前を呼んでもじっとうつむいています。それから、もじもじと足を動かすような動作をしました。しつかいと、突然香川さんが怒鳴りました。下を向いたまま、私は何か悪いことを言ったのかと思い、彼女に謝ろうとしました。みひ、しつかい ミーというのは香川さんの飼い猫の名前だったんですが香川さんはしきりに「ミーしつこい」とばかり叫んで足を小さく動かしていますそれが何かをつつくような仕草だと気づいてもしかして香川さんには今あそこにミーの頭が見えているんだろうかと思い至りました無論地面には何も落ちていません香川さん そこには何もないよ。言っても香川さんは興奮したままで、ついに、静かい、静かい、静かいと、大きく足を振って、その何かを蹴るような動作をしました。と、ガンと、何かが私の足に勢いよくぶつかりました。気のせいなどでは済まされない感触で、何か小ぶりの、 ボール台のものがぶつかって跳ね返っていったのがわかりました。香川さんは顔を上げていて、私の足から私にぶつかって跳ね返ったものが転がっていっただろうあたりを目で追っていました。しかしやっぱりそこには何も見えません。何が起こったのかわからないでいるうちに、香川さんがはっとして私を見て、ごめんねと、 真っ青な顔で言うや否や、私は信じられないほどの恐怖に駆られて彼女を置いて家まで逃げ帰りました。家では遅くなった私を家族が心配して待っていました。足を見ると大きな青あざができていました。怖くてすぐ布団に入って熱を出して家族に看病されました。 熱自体はすぐに引いたんですが具合が悪いと言って次の日は学校を休みました休日を挟んで月曜日学校に行くとクラスの子が23人いきなり謝ってきました面食らっていると何でも私が初めて学校を休んだんで無視やいじめの度が過ぎたんだと思い込んだようですその子たちを見て、 結局、クラスのほとんど全員が私に謝罪してきました。香川さんは来ていませんでした。それから2週間ほど香川さんの姿を見ることはなく、学校にも登校しないまま、いつの間にか席もなくなったようでした。お払い同行の話もそのままなくなりました。ただ、足にできた青技は、 その後、まるまる2年間も残り、それを見るたびに、私はミーの話を思い出して気持ちが悪くなりました。猫に関する恐怖体験は、幸いにも特になかったこと。中学校を卒業する頃には、あざもすっかりきれいに消えたこととが幸いです。香川さんのおかげと言ってはなんですが、 それからは私も学校で友達も作れるようになりました彼女にこれ以上関わりたいとは思わなかったんで情報は極力集めないようにしていたせいで香川さんがその後どうなったかは知りませんこれで香川さんの話は終わりです